凍らせりゃ中の水分はこ、チーズドライラーメンお上がりよ。相当頭キレキレなんだろうな。誰だこいつら、1ミリも似てねえ。携帯2セットだけ、うまくいけば本当に司ちゃん帝国。その代わり9億年も前から科学の世界じゃ神は留守だ。聞かせろメンタリスト。に負けない有名人、超カリスマを用意すればいい。嘘、バレバレじゃねえか。いいのいいのてめえらしさ100億%の土下座作戦だな。そそるじゃねえか。3人仲良く地獄に落ちて、代わりに世界を、70億人を救おうぜ。気を流すと水素&酸素がブクブク湧いてくる。鹿の膀胱とかのバルーンに詰めりゃ爆発しても威力はカスだが、つまりは音爆弾。よし行くぞ、先制攻撃だ。セーク目ん玉ひんむいてじっくり眺めていいぞ。科学のびっくりドッキリアイテムレベル2、閃光玉だ。閃光玉の作り方を教えてやる。まず海水を煮詰めるとにがりっつうのが湧いて出るぞ。それを熱々に溶かして電気を流してやるとマグネシウムゲット。電球にぶち込みゃ完成だ。触らないでその手の小芝居は相手見てやれ。科学文明作った後ならいくらでもドキドキ純情少年してやっからよ。ああ全然ダメだった。科学のびっくりドッキリアイテム、最終兵器のレベル3が火吹くな。さーて時間ねえんだ、とっとと始めんぞ。このブラックライトだ。要はただガラスに混ぜもんして紫色にした電球だ。このレースは二重の鬼ごっこだ。だがな、この位置関係で俺らが電波で連携取ったらどうなる。鬼ごっこがいきなり挟み撃ちに変わる。それが情報戦だ。ゲン先生がワン切りしまくってんだ。呼び出し音を使ったモールス信号、電話機使えねえから文字通信してんだよ。言ってみりゃこういうことだね。いや、さっぱりイメージできんが。科学文明の例えは分からんぞ。よう。セキュー超絶懐かしくてお涙が出るな。アホほどでけえその声もよ。セキュー、俺はセキュー。お前は閃空じゃねえ、閃空は俺だ。ぐるぐる、レコードがすっごいスムーズにぐるぐる回ってるんだよ。手回しじゃ再生スピードブレて歌が崩れっからな。 I'm Lillian Weinberg。 なあ、私は通訳のセバスチャンです。セバスチャン、 Calling from USA。 この電話はアメリカからです。 Everywhere in Japan, please listen to me。聞いてください、日本の皆さん。 USA is back from the storm。 アメリカ合衆国は復興しています。何？もし誰かがリリアン・ワインバーグを語ってんなら絶対に許さない。うん、バイヤーだね。ガチなやつだこれ、ガチファン来ちゃったわ。いきなり3択だよね。1、ごまかす。2、勘。失礼でしょ、もう怒るよ。3、切れる。4、当てる。即興のフェルミ推定、論理的な概算だ。宇宙船ソユーズの席が5000万ドル、つまり50億円、印税を逆算6000万枚以上だ。それより上は分からねえ。スリーサイズは、近い数字でいいから。少しずれてても体型変わったでごまかすから。記憶で比較しろ。88 65 85。プロフィールではもっとずっと細いよ。知らねえよ。
よんなことは。そりゃファンにはサバ読んでんだろ、プロだから。他のリリアンの曲も復活させられるのかい。センクちゃん、そこはイエス。いや無理だな。ボロい録音媒体どもなんざ100億%チリに帰ってるわ。この最後の歌だけは俺が必ず守ってやる、科学の力で。ちょっと惚れそうだよ。それはマジでやめろ。琥珀、まさか一人で助けに。なんちゅう即断即決。戻れメスライオン。メスライオンじゃない。あ、止まった。はあ、まさか自動車を作る。出たよ、ジーマネー。すごい、これなんかの設計図。丸とか三角とか線とか目がチカチカするくらい描いてるんだよ。やらプラモやらのでかい版だぞ。よし、これでいく。首振りエンジンだ。脳で作った細けい部品を石膏で型取りして溶けた真鍮を流し込む。その先に化石、てめえが旋盤で削った部品を取り付けっと、熱風で下に押される。その逆ポンプを円盤につなげ、押して回って戻る。こいつが首振りエンジンだ。楽しんでるでしょ、千空ちゃんたち。捕まったクロムを全軍で救出するために車を作るという目的は完全に忘れられ。そしてご丁寧に幽閉されてんだろうよ。余計な口を叩かなければ安全。クロムだぞ。少し巻くか。あ、もうプラモだ。溶けた鉄やハンダ使って合体させる。てか、なんで試運転。俺、運転免許持ってんのがてめえだけで。この世界で免許。先空か。熱湯悪い顔しているぞ。あれはなんか企んでる顔なんだよ。じゃあ何で作るの、戦車。紙。なるほどね、紙の戦車。それなら軽くていいね。大量の草を水酸化ナトリウムで煮込んでほぐす。その煮込んだドロドロを洗って潰して乾かす。おお、それっぽい。最後にアイロンで温めりゃ紙の盾の完成だ。おお、千空の勝利だ。さっき紙に塗ってたの、ただの糊とかじゃないでしょ。塗ったのは固まる前のプラスチックだ。紙のしなやかさにプラスチックの硬さを混ぜりゃカーボン樹脂の爆弾だ。カーボン、条件ね。変わろっか、千空ちゃん。探り合いは時間の無駄だ。結論から言え。なんだ条件っつのは。うわお、それ交渉で一番やっちゃバイヤーなやつ。だけどもし一人でも殺したら、その時は面白え、乗ってやる。問題ねえ、あわよくば無血解除つってたじゃねえか、冒頭からよ。撃てるの、こんな大砲。火薬もないし。革製のラプチャーディスクを使う。膨らむと弾ける仕掛けだな。水をプクプク電気分解しまくって湧き出た水素&酸素ガスが破裂板をパンパンに膨らましたら着火。硫酸タップタップのガラス瓶が着弾と同時にぶち割れるとだ。石炭の粉やアルコールを混ぜた燃料と硫酸が混ざって、見た目だけはハリウッド級の大爆発だ。パラボラ集音で爆鳴機の音を固めて敵に吹っ飛ば、喰らいやがれ音響兵器ショックキャノン。要はとにかく運が良ければ白い粉の武器が湧くってことね。ああ、そこはただの運ゲーだ。ああ、忘れてた。前も言ったけど、千空ちゃんの運の引きって基本ジーマーでドイヒーなんだ。いろいろ種持ってるよ、マジシャンだから。硫酸がありゃな。おわお、それはちょっとないかな。
てか持ち歩いてるわけないでしょ、そんな危険物。ニトログリセリンだ。聞いたことある、聞いたことあるよ。なんかバイヤーすぎるやつ。こいつだけはマジでシャレになんねえからな。良い子は死んでも真似すんじゃねえぞ。いや死ねえだろ誰も。かさ、勝つのは力か科学かじゃねえ。力も科学なんだよ。パワーは火薬のざっと100倍以上。力をギリシャ語でなんて言うか知ってっか。ダイナマイトだ。威力はおよそ100億メガトンジュール。何が100億メガトンだ、ぶっこきやがって。しー、いいの数字なんか。センクちゃん雑なんだもん、交渉。本質しか言わないんだから。自慢で一か八かだがワンチャンあんのは間違いね。さーて、その復活液だが。おいやー、今や俺らが抑えてんじゃねえか。下水顔が。歌話を信じるに値する根拠は俺の言葉だけだ。科学に嘘はつかねえ。足りねえか、ダイナマイトで採掘する。いや、やべえだろそれは。石像巻き込んじゃうんじゃないの。問題ない。石像ぶち壊したらしゃあねえ、全部ひっつけるだけだ。その地獄作業をやるのは誰ですか。センク君、こら。待てセンク、未来ちゃんは裸だ。ダメだ、このまま復活させては。まった非合理的なバーが言い出しやがった。てめえ好きだなこの流れ。あのとりあえず起こしてから考え。サイズこのぐらいかな。はいや、君と二人きりで話がしたかった。校舎裏にコクリに呼び出す厨房かよ、てめえはよ。あいにくこっちは既婚者でな。な、もうバツイチか。人類に与えられたチャンスが。実に超絶合理的だ。合理的だがそそらねえ。70億人が支えきれねえなら70億人支える手を70億人で探しまくる。それが科学のやり口だ。二人で組んで戦おう、セク。ああ、俺と司のタッグチーム、科学と力でぶち殺すぜ。火薬。じゃねえか、俺は科学で指先一つ触りゃ氷がてめえをぶち殺せるってよ。携帯の補助線ぐるぐる巻きコイルに電池つなぐだけで高圧トランスになる。10万ボルトのスタンガンが爆弾だ。俺と司の科学プレゼント、食らいやがれ。シアン化物と反応させてシアノ酢酸できたら。いや全員リームだと思うよ。なんやかんやした後は酒入れてエチルシアノアセテート作ってホルムアルデヒド加えりゃ傷口を塞ぐ瞬間接着剤の完成だ。こっちじゃぞい、ゆずりか。なあ、針仕事で呼んだんだ、手芸部のヘルプがいる。麻酔とかあるわけないけど手術ジマで。霊長類最強男なめんな、麻酔なしでいけんだろつかさ。もちろん。どうして殺す、文字通りのコールドスリープだ。その間に石化法を見つけ出す、どんだけかかっても復活させてやる。それっきゃねえんだ、俺を信じて殺されろ。ジオンだ。欲しいのはエンジンに使ってたピストン2本だ。お火の糸いっぱい集めるんだよ。マジか原始人。何言ってんだ、あたしらのが今やよっぽど原始人じゃないか。何作ってるのこれは。ああ、冷蔵庫。冷蔵庫、このストーンワールドに。ああなるなる、そう現代人は。俺も同じこと言った、もう笑っちゃうしかないけど今は。おしほ、金の糸ぶち込んだとこ通って空気行ったり来たりさせっとだ。熱が移動してコール
と 100億%完璧な保存法もゲットできっかもしんねえぞ。石化光線、活液一滴でいつでも新鮮な刺身食べ放題だ。つまりだ、マリオはキノコ食って本人でかくなった気になってるだけなんだよ。100億%幻覚だ、幻覚。そう思うだろなあ、つかさ。俺らはこれから全員で船を作る。世界に飛び出て全部の謎を解き明かす。ストーンワールド大航海時代のスタートだ。クソやめ、いよいよ手ぶち込むぞ。石化の謎にファンタジーを人類の科学で染めてやる。そそるぜ。これは